1種目目のロープでは手具を場外に落としてしまって得点は14点台と伸び悩みました。昨年の学生チャンピオン井上美美、挽回をかけた2種目目フープの演技です。ゲド戦記の音楽を選曲しています。2005年のアゼルバイジャンの世界選手権では団体競技の選手として出場したんですけれども、何度も正確ですし非常に努力家という印象がありますね。はい、団体で世界選手権を経験して今度はぜひ個人で来年の三重世界選手権の代表権を取りたいと話しています。そうですね、そのためにも大事な4カットです。柔軟しながらの手具操作、はいね、きちんとポジションで固定することが大切なんですが、きっちりできていたと思いますよ。ジャンプ、あ、かかとが少し早く落ちてしまいましたね。今の何度は認められないかと思います。バランスはかかとを上げてなければなりません。そうですね、フィニッシュへ。昨年の学生チャンピオン井上美美の2種目目フープの演技が終わりました。大きなミスはなかったように思いますけれども、時折こう姿勢を崩すようなシーンもありましたけれども、ね、はい、最初のこのバランス、ピボットですね、ピボットはうまくいきましたね、はい、そして柔軟もきちんと行えていますよ。来年の三重世界選手権個人での代表出場を強く意識している井上美美です。このイオンカップで自分の演技が海外選手の中でどれだけの評価を集めるか確かめたいんだと話していました。 15.950、 一つ目標である15点台後半には乗せてきました。井上、2種目目のフープです。こうやって一つ一つの大会で一個一個の難度を確実に自分のものにしていって、三重の世界選手権までにもっともっと高いプログラムで質のいい演技をできるように、それに向かってやっていきたいと思います。